はい、どうも、ネングシューターと申します。今回から新シリーズでございますね。190年1月反董卓連合で始めます。主人公はそうですね、劉玄徳でよろしいですかまたかと言われそうですけどね、しょうがないんですよ。これ三国志演技の影響が強いゲームなんで、どうしても劉備主人公であるのがですね、一番面白いと。まあ僕もともと劉備ファンですからね、しょうがないですね。配下は5人、いつもの3人と関与で、伝与がいますね。まだ伝与とお別れしてない頃でございます。皆の命、この劉備が預かる。預かられちゃった。さて今回もですね、長久でやってまいります。今回寿命は長寿でやりますね。戦死多い、災害なし、女性武将登場の在野は史実、そんな感じでやってまいりましょう。はい、イベント飛ばしました。場所はですね、平原ですね。おっと、いきなりイベントだ。このまま董卓を野放しにすれば、いずれ天下は奴の思うがままになってしまう。今のうちに何としても叩いておかねばな。しかしながら董卓軍の相手では波の戦力では太刀打ちできないでしょう。ならば董卓打つべしとの密勅が下ったと言って、各地の諸侯に檄文を飛ばせばよい。なんと勅命をいつおるのですか。董卓を打つためにはさまつなことだ。大義名分さえあればすぐに諸侯も動くだろう。申し上げます、曹操殿より檄文が届きました。こちらにございます。ふむ、なになに。董卓を打つ意志のある者は勅命に従い、大義名分の名のもとに兵を挙げようだと。ははは、勅命とはよく言ったものだ。だが董卓を野放しにできるのも事実。皆の者はどう考える。董卓を討つは時期にかない、道に沿う行いです。これも遠家の務めと言えましょう。うむ、よくぞ言った。急ぎ兵をまとめよう。董卓討伐のため出立するぞ。申し上げます、曹操の呼びかけに応じた諸侯が連合を組んだとのことです。炎章を中心に結束を強め、今にもこちらへ攻め寄せる構えにございます。なんだと。雑魚どもが調子に乗りおって、わしを誰やと思っているのだ。ヒヒヒ、勝つさえ束ねれば勝てるとでも思っているのじゃ。ヒヒヒ、浅はかなことです。うん、面白い。ならば完膚なきまでに叩きのめしてやろうではないか。炎章も曹操もわしに盾ついたことを後悔させてやるわ。圧倒的な戦力を誇る董卓軍をめぐり、天下は大いに揺れ動いていくのだった。曹操諸侯に檄を飛ばし、反董卓連合を結成する。炎章反董卓連合の名手となる。いや、真面目に読んだな。今回真面目ですわ。さて、兄者お待ちしていましたぞ。5人しかいませんからね。やっぱ5人なりにですね、この一都市をですね、守っていきましょうね。まずですね、現状ですね、劉玄徳軍団ですね、武将はさっき言いました通り外交でございますね。外交は連合が24ヶ月。これどこまで連合、逆に連合ではないのが劉具、劉表、劉遠、長老。ここで近いのはですね、北の劉具で、慶州の劉表ですね。あとはもう益州だったりね、南海だったりしますので。ただ劉具もですね、この地図で見ると慶でしょ、確か劉具って。これぐらい離れてる。うん、まず現実的に考えてこれは無理2年のうちでね、兵糧を貯めてこれを攻めろってのはなかなか難しいですね。あとはクソ真面目にですね、連合だからっつって董卓にね攻めるったって、これも無理。もう10万ぐらいいるもの、ここに。もう連合なんかやってらんないですわ。この2年間自由にしていい、うん、自由時間なわけだ劉備軍は。でもちろんこれ感触爵位か、爵位がですね、爵位なしですもん、なしだからなんで、なんだこれは。だからなんだこれ、ただの義勇軍かこれ。なんかこの時なんだろうな、修士士
修士士じゃないですよね。なんかにはなって、県令かなんかにはなってた時期があるんですよね、確かね。県令か。で、あれだ、百叩きにしたやつだ。あの、特有かなんかを。あの頃か。じゃあこれ、百叩きにしまくっていいんだ。偉いやつは。あ、なるほど、なるほど。わかりました。さて、初手どうしようかな。まずやるのはですね、こういう行とかの範囲の符を今のうちに盗んどくといいですよね。おそらくですね、これ平原の範囲、この黄色い、ここはそう簡単に手を出してこないと思いますね。なので敵まだ敵じゃないんだけど、強豪になりそうな符から先に取っていこうかなと思っております。もうこれフルに初手出していきましょう。ポイントは劉備ですよね。劉備の行き先でだいぶ違うかな。とりあえずこの符まで行って様子見ましょう。さあ、東洋いますか。いない。ザイヤが全くいない状態ですね。これはどうしようかな。任免か。最初任免か。三軍強化が入っていて、いや何にもないぞこれ。戦闘しかないぞこれ。あ、奉仕があるんで、奉仕強化ですね。これ入れときましょう。あと、まあ軍政強化、謀略はほぼいらないですね。何にもないに等しいかこれ。まあ奉仕強化はありがたい。かしこまった。というところで最初のターン見てまいりましょう。おお、周りの方々も出ますね、結構ね。さてさて、取り合いだ。注目は劉備だ。なるほどなるほど。お、これ追いかけっこじゃないか。来た。どうかな、取れるかな。で、伝与が狙ってた港はもう取れませんね。突っ走りましょう。これ古館、古館行きましょう。これ一切承知。お、行3000出ましたね。古館取られちゃうかな。お、7000。あ、違うか。お、追いかけっこだ、追いかけっこだ。これどっちだ。お、取れるか。お、取った。ナイス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 。ここはでかい。お、で、炎章と劉具もう戦ってますね。やりますな。で、劉備は取りましたんで、ね、ここ取れるかな。ここも追いかけっこか。追いかけっこ辛くないかこれ。うん、無理だ、これは無理だ、さすがに無理。山があるから。さあ、1月下旬ですね。わ、すごい早い。劉備は早い勢いで戻ってまいります。ダットでございます。平原の周り全部取りましたね。これどうしようかな。このまま南に抜けて盧溝を取ってしまえば劉表と戦えるわけですよ。効果の狙っちゃいますかこれ。いきなり盧溝狙い。いや、先に取られるかな。承知。これもう運ですね。とりあえずこっちの後頭に抜ければ空き地があるんで、こっちメインにしてもいいですよね、もうね。あんな囲まれてる平原よりもこっちで力をつけて師匠なり劉表なり倒してしまえば、いずれ董卓曹操と戦えるといった具合です。いった具合ですってなんだ。で、呂布がね、生きてますんでね、呂布と戦いたいですね。いや、誰か士官来ないかな。もう1月だから探せば出てくると思うんですけどね。とりあえず関陽が戻ったらね、探索はできますけど。関陽が戻って、おっとっとっと、これはちょい、古館、お、古館取った。うわー、長江戻っちゃって、うわー、やりましたね。なんと、いきなり関ダッシュですよ。これはでかい。しかし古館取ってもですね、これ古館に2年以内に兵を運び込まないといけないわけですよね。なかなかそれも難しいですよね。もうこれあれですね、こっちの中原を荒らすことがメインになりましたね、これでね。どう荒らしていけばいいんだこれ。さて、関羽進んでいきますね。途中の歩をね、もう これ取ろうなんて思ってませんよこれ。あ、いけるかなこれ。ロコ今んとこいけそうな気がしますね。この蝶々からなんか出てこなければ。もう人がいないくせに歩ばっか取って。でもこれだけ歩を取れば
探索でいろいろ見つかってくると思うんですよね。そういう副次的な効果もありますよね。よし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 、ここ超えた、十瞬超えましたね、十瞬超えた。これはもう確定ですね。お、賞金出てきた、賞金出てきた。いや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 、こちらの方が早い。あ、戻りましたね。なんだあの謎の動き。いやー、連合って素晴らしいな。確認を。まずは関羽の露光攻撃ですね。取れるか。お、取れましたね。よしよしよし。そして張飛、こういう具合に剣業へ抜けようというところ、これもいけるかな。ここで光量が出なければ大丈夫。さて露光についた関羽ですが、早速ですね後頭へ向けていきましょう。快慶いけるんじゃないですかね、これね。天下に義を示さん、示さん。いやこれひどいな。でもこれ、これ輸送とかも平原から入れるのね、2年間だけだし、ここら辺どうなるんだろう。5人で恥はさらさぬ。おーおお、高尊さんが言った。早っ、展開早っ。高尊職継ぐ、誰にやられたん。うんうん、あー龍宮か。攻め込んじゃったんだ、こんなに攻め込んじゃった。あら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 、これはこれはこれ、2年後に炎章にすぐやられるパターンですね。そっか、炎章か。我々も炎章にやられるのかな。同盟組んどいた方が良さそうですね、炎章はね。そしてぼちぼちですね、揚州上陸でございますよ。うん、張飛取れましたね、剣業。これで我ら三都市なんだが、武将は5人でございます。お、なんだこれは。どうしたどうした。兄者、検定陛下の、あ、そうかそうかそうか。これ要州全部取ればいきなり収穫か。これ収支士、まず収支士だ。よしよしよし、いけるぞこれ。これ要州全部取ろう、これ。ああ、なるほど、やべえ、ちょっとぬるゲー化してきた。いや全然ぬるくないけどね、人がいないから。おお、電陽は見つけられるじゃないか。やっぱ関陽が悪いんだ、なるほど。いやいや、これもう5が6になるのはだいぶでかい。ていうかあれだ、あ、今5取ったんだ。電陽に気を取られてるうちに、すごいいっぱいいるじゃないですかここ。いや、ここで一回漁ろう。ただここだけは取りたいんですよね、建安だけは。これで揚州制覇なんで、ですよね、西宗違うよね。あ、西宗も揚州なの、マジか。なんか慶州のイメージあるんですよ、前な。なんでかな、どの三国志、三国志7かな、7か5、これ慶州だった気がするんですよね、西宗って。それからどうも慶州のイメージがついちゃって、慶州というか長査になったかな。うん、まあまあどうでもいいですね。はい、じゃあここ取ってもしょうがないか。いや、しょうがないことないか。全住、あー、ダメか、張飛じゃダメか。これは劉備持っていかないとダメですかね、5にね。出勤ダメか。さてさて、5人から一向に増えないのでございます。在野はいるのでございますが、もう一回。あ、本当ダメだな。ダメか。100、知力100の軍師欲しいです。まずいなこれ、東洋でもう負を取ることができなくなってしまった。しかし人が増えれば負も取れる。原白子ダメか、張飛全滅だな。張飛ダメだ。陰海、陰海だ。どうだ電陽、あー電陽もダメか。なんだこれ、全然取れねえぞ。おいおいおい、もう地域怪獣とかやってくんのかい、マジかい。で王道に拡張しちゃっても人がいないよ。関与集金、おーい、一人も取れないぞ。おい、どうなってんだこれ。これ関羽と劉備しかこれ取れないんじゃないか、これ。
君たちはこれ無駄足になるから動かない方がいいんじゃないか。そしてなんか見えちゃってますね。イベント長安セント、これなんかヤバそうなイベントですね。どうなるんだろう。トータク、いや、ちょっと結果を見ないで進めますか。反トータク連合の威勢が高まる中、諸侯を侮っていたトータクも次第に危機感を覚えるようになっていた。反乱軍の奴らめ、雑魚の分際でいつまでも抵抗しようって鬱陶しいことこの上ないわ。戦って勝てぬわけではないが、いちいち相手をするのも馬鹿らしい。誰か良い策はないか。恐れながら申し上げます、近頃巷ではこのような歌が流行っています。西の方でも一つの艦、東の方でも一つの艦、鹿が長安逃げ込めばこの難もおしまい。 Yo Yo Here we go。 どういう意味だ。ですよね。小筆が楽よ、都にして。今また十二手を伝えました。なれば天運は再び元に帰るべきであり、運気衰えた楽よから長安へ遷都すれば全て事なきを得るということです。うわぁ、よく気づいたな。そなたの申したことぞ、まさに我が意と同じである。ならば者ども、直ちに長安へ遷都する。手はずを整えるのだ。お待ちくだされ。言われなき遷都は人民も動揺し、世の乱れるもととなりましょう。どうかご明察を仰ぎたく存じます。たまれ。わしは天下のことを考えておるのだ。民のことなど知ったことか。良いか者ども、長安への戦闘を急ぐのだ。逆らう者は切り捨てて構わん。それとそこの者は、金持ちどもを捕らえ片っ端から財産を没収するのだ。提出の装備を暴くのも忘れるな。心得ました。直ちに向かいましょう。わしの財産回収は全て終わったか。はは、万事整っています。なればもはや落葉などに用はない。者ども火を放て、全てを焼き払い長安へ向かうのだ。うわぁ、よく燃える。いいぞ、燃やせ。何もかも燃やし尽くしてしまえ。うわぁ、ああ、落葉が、艦長400年の歴史が。190年7月、董卓が洛陽から長安への遷都を強行した。これにより洛陽は廃人に帰し、長安に移った董卓の暴政はますますその度を強めるのだった。董卓、洛陽を焼き払い長安に遷都する。いやー、ひどいイベントでしたね。まさに暴君董卓といったところ。いやー、でもこれしかしね、これ人足りないと、これ異民族バチョンの時もそうだけど、あれなんですよね、族に荒らされるわけですよ。てか族に勝てないですね、この状況。もうここで族を相手兼業に来られたらもう終わりですからね。これちょっとやり方考えた方が良さそうですね。露光も捨てて、てか平原捨てて、平原無理ですもんこの人数。今のうちに平原から物資を運び出して、いや露光は捨てないでいくか。露光と兼業5、ここをなんとか基盤にやっていけるかな。まあ、とりあえず運び出しましょう。もうこれは、あ、でそうだ、この建安とかここら辺、会計もそうだ、これ途中途中でこれ物資がちょっとあるから、これを輸送でさらって持ってくるとね。え、さらって持ってきゃいいんだ。金は全部持ってっちゃうとあれか、これぐらいでいいか。で兵糧も持つ分だけ、1000だからほとんど持つでしょ。これで一旦会計に入る。よし、行ってくる。この作戦で出ましょう。5はどうしようかな。5は持つかな。
で、こっから兵を貯めるのがね、まず難しいといったところ。スッカスカだもんな。劉備が全銃訪ねて、修正を。おー、しゃ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 、いいぞいいぞいいぞ。これでなんとか治安を上げていきましょう。さあ、全銃集金。あ、しゃ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 、政治高いからね、いいですね、全銃も集金もね。うわ、取られたか。これよ、ロコやばいな、やばいな、この兵数。やっぱこれ平原から持ってくるしかないですね、早めにね。さて、関羽がですね、建安の物資を根こそぎ持ってきて会計につきましたね。いいですね、これ金1万だって、素晴らしい。これ9000、また900とかね、そんなもんでしょう。で、1000だから38000いけんじゃないですか、これで。5に入れちゃおう。参ろう参ろう。もうあともう会計と剣は捨てちゃう。もう物資ありがとうっていう、それだけで。今のうちに剣業もあれだな、誰か回しましょうか。歩兵だけしないとね。お、劉備が元春を発見。来るかい。必ず。よし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 、でかいでかいでかい。元春結構あれですよね、いいやつですよね。気づいちゃいました、これ五と会計つながってない。マジか、これロコに運ぶしかないんだ。マジか、これ。いや、これあれか、今だ出してつなげればいいか。劉備でパパパンと いけばね。まあロコでもいいんですけどね。うわ、演術量か、びっくりした。やばいな、これ。よし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 、劉備つないで、あー、陸案取られちゃった。ロコやばいな、ロコやばいぞ、これ。うわうわうわ、そこはいい、そこはいい。うん、これなんかあれだな、切られちゃうな。平原からの輸送止まるな、これ。間に合うかな。とりあえず陸案を取っとこう。お、巨港、これ確か大したことないですよね。うわ、ダメだった。お、両層両層、うわうわうわ、いいぞ。おわしゃ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 、これで息子も来るんだ、両党も来るんだ、これ。すごい、興奮が止まらねえ。5結構いますね、これね、人材豊富。さあ、そして平原から夜逃げの時がやってまいりました。大丈夫かな、これ。途中でなんか変なことになんないかな。兵士全部持てちゃいましょう、これ。で、金も9500ぐらいでいいか。金がなくなってもガタガタ言うだけでしょ。うん、もういっぱい持ってこう。で、兵糧が微妙だな、これ。3万じゃ切れるかな。残り7000、兵数が5000。長いもんな、道のりが。安全に行こう、これ。欲張ってね、あの途中で動けなくなったとかそういうのあったら困るんで。動けなくなるどころか、あれか、消滅か。さて、露光に入ります。入場です。さあ、行け。参ろう。いや、行けるかな、これ。大丈夫かな、これ。まだ繋がってるよね。いや、でも道がちょっと遠いな、険しいな、これ。いや、もうこれは祈るだけだ。全銃、あ、ダメ。元春、あ、ダメ。劉備、あ、ダメダメだ。3人行ってもダメか、これ。ダメなやつずっとダメっすね。ちょっと待った待った待った、出た出た出た、ほら、山賊。聞いてくれ。やべえな、これ勝てないんじゃないかな。何人これ、兵数。いや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 、これ無理だって、無理だって、これ無理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 っすよ、これ。剣業を守れない。うわー、これ下手に歩をね取ってるからいけないんですよね。歩で湧いちゃうから。もちろんね、本拠地でも拠点でも湧くんですけど、まあ、剣業はね確実に取られるでしょう。
とりあえず劉備でですね、弓櫓ここに作っときますね。おっとっと、なんだこれは。あ、ここにも賊は行ったの。あぶねえ。やっぱ賊フィーバーだな、ここね。やっぱダメだ。剣はも取られるわ。運んできて正解。はい、剣業落ちた。これはなんとかして取り返さないと。後で剣業は持っときたい。おで弓矢倉やっぱいいっすね。あ、弓矢倉を先に作りゃいいんだよ。そうかそうか、弓矢倉強いわ、間違いないわ。あ、そうすりゃ剣業守れたんだ。うわ、バカだな。これ輸送隊のこれルート大丈夫かな。これ、これ刀剣と長長だけは同盟入れといた方がいいかもしれないですね。てか今金は1万ぐらい持ってるんでね、同盟入れるべきですね。いや、ちゃんと同盟組んでくれるかな。4都市持ってるけど兵数少ないですからね。また関羽だからな。でも今親密ですからね、今のうち6ヶ月でもいい。うん、承知した。よし、長長、あとは刀剣です ね。欲張ってもう一回ぐらいね、輸送を入れられたらね、いいっすもんね。結構かかるけど、同盟交渉いけるかなこれ。おーしよしよしよし、同盟締結。ええ流氷領え、なんでこの野郎、流氷同族なのにひどいことばっかりする。よし、まずこの弓矢倉で引っかかる。で刀剣交渉、刀剣はいけるかい。あ、いける。よし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 、これでなんとかね通行できるかな。もう一回ぐらい運びたいな。で陸岸取ってくるんかい。またそこ取り返さないとやばいですね。ていうか平原無駄に歩を取ってるから収入なかなかっすねこれ。いや収入がね、あれでも兵がね足りないから、まあ、どっちにしろダメなんですけどね。収支で見たらほらすごいもん、金収入2600、すごい。いや捨てない方が良かったかな。いや絶対無理だと思うんですよね、この長久の物資の増え方半端ないから。絶対無理、1拠点は絶対無理、あんな囲まれてて。あー、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。これ関東がこれ剣業入っちゃうぞこれ。そうきた、そうきたか。いやーちょっと待てよ、それこれ露光との連絡が断たれちゃうと非常に困るんで、ここの歩を取りに行かないといけない。まいりましたねそれは。うーん、で早いうち会計も取り直さないといけないですね。これ孫権も行きましょう。これ動くとするか。これ欲張って24ヶ月行けるかどうか、同盟。これねだってゆくゆく権業取られてすぐそばに孫権でなると、やっぱ孫権はね長くやっぱ同盟結んだ方がいいんですよ。うん、もうこれだけ広げてますからね。孫権さえ結んでおけば師匠でも劉表でも攻められますからね。賊やれるかな弓矢倉、頑張れ。あーでも歩は取られたか。いけるかなこれ。よしよしよし、弓矢倉強い、弓矢倉最強、弓矢倉さえ作っとけば聞いてくれ、なんとかなるかな。会計も取っちゃって弓矢倉をこっちとこっちに作れば最悪都市は守れるけど、人がいない、やっぱり人がいないとやっぱ辛いわ。それだけはダメだ。お、劉備はここら辺の歩をあらかた取りましたね。で関羽が孫権との交渉24ヶ月、どうですか。よし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 、でかいでかいでかい、孫権はでかい。よし、これでなんとか生きていけるんじゃないかこの先で。おお、来た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 、伝陽がすぐそこまで来てる。サライだサライ桜風部、あれ何これ。反董卓連合結成より1年が経つと、協調していた連合諸侯たちも次第におのおの
の権益を求め始め、なんだこれは。申し上げます。諸侯に放っておいた間者より報告が入りました。反乱軍の諸侯たちは表向きは連合を保ちながら、その実関係が悪化しているようです。やはり所詮はただの寄せ集めよ。反乱軍の雑魚どもめ、疑え、戦え、殺し合え、せいぜい味方同士で争うがいい。董卓の言葉通り、反董卓連合に加わった諸侯たちは日ごとに対立の度を深めていった。こうして表面上は連合を保ちながら、反董卓連合は次第に形骸化し、事実上の崩壊へと向かうのだった。反董卓連合解散する？ちょちょ、2年でしょうが、まだ1年しか経ってないでしょうが。確認を。おいおいおい、2年でしょうがよ。おい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 、何今のイベント。反董卓連合解散、これか。解散じゃない、崩壊。解散する。連合発生からターン数が36以上だ、1年はとりあえずは持つけど、54以下、1年以上から約1年半ぐらいの間に連合は崩壊すると。で、自動だから、条件がね、董卓の勢力が存在するとか、なんかそんな感じだから、もうこれ絶対無理ですわ。うん。絶対発生するやつだ。よかったね、夜逃げ2マス。2マス2マス。まあ、同盟を結んどいたから、よかったんですけど、危なかったー。で、孫権も結んどいて正解ですね。いや、権威を取られるとは思わなかったですけどね。まあ権威取られたから結びに行ったんだけどもね、逆に言えば。で、刀剣長長か、弱え。まあでもここの長長が攻めてこないのはいいですけど、劉表ですね。でも劉表あんまり攻めてこないから、積極的じゃないから、まあなんとかなるかなとは思いますが、いやいやいや、これ厳しい戦いとなりそうですね。詰むかなこれ、今回も隅ちょっとチラチラ見えてますね、これね。恐ろしい。というところで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。